諸岡文雄は日本のスポーツ学者、上智大学文学部保健体育研究室教授、フライングディスクを日本に広めた人物である。東京都生まれ、1954年東京都生まれ、父は写真家の諸岡孝治、1976年上智大学文学部私学科卒業、1979年筑波 大学大学院体育研究科修了後、上智大学文学部保健体育研究室助手、講師、助教授、1986から87年、イリノイ大学客員講師を経て、2000年より、上智大学教授、大学評議員、保健体育研究室長、上智社会福祉専門学校、立教大学兼任講師も務めた。1980年から、 フライングディスクを体育実技に採用し、13週の授業を開始。1980年フライングディスクチームフリークス、設立とともに顧問に就任。1983年より日本フライングディスク協会総務担当理事として組織改革に乗り出す。1992年世界選手権大会を日本に初めて招致した。 さらなる普及のために1992年より世界フライングディスク連盟理事となり2001年 IOC が公演する第2のオリンピックワールドゲームズを秋田県に招致アルティメットとディスクゴルフを正式種目に入れることに成功その後日本で2回目の世界選手権大会を2012年大阪府堺市に招致2013年5月には世界フライングディスク連盟を IOC 巡航人協議団体にすることに成功。2019年2月22日、スポーツ庁参与に就任。任期は2020年3月31日まで。読売年間2016年版 P349 スポーツ庁参与について、スポーツ庁ホームページ。ありがとうございます。